デイビス巡査の式典に行かなきゃ。ほら、あそこが入り口よ。正面で見てるわね。ずいぶん大勢集まってるな。心配ないわよ。最後にスピーチしたのは高校の時だぞ。しかも成績は C-。もうこれを見たら先生も喜ぶわよ。ねえ、大丈夫だって。スパイダーマン助けたんだよ。父さんもスーパーヒーローの仲間入り。スーパーヒーロー？父さんはただ諦めが悪いだけさ。行きましょう。ようこそ皆さん。オズボーン市長にご登壇いただく前に私からも一言。ニューヨークの街を支える模範的な市民の皆さんに心から感謝。ギャングの構想は一件落着。それでは市長にご登壇いただきましょう。完全にってこと？あ、まだやり残してることはあるけど。やり残し？ああ、コンソリデーテッド運送って会社のトラックが現場から逃げてさ、なんていうかこうすっきりしなくて、うん、式典終わったらお茶しながら考えてみる？ああ、うん、どうもありがとう、ジム。君の見事なスピーチの後だとプレッシャーだな。ご存知の通り、デイビス巡査はヒーローです。やっぱりお茶じゃなくて夕飯を食べるっていうのはどう？君の家でさ、僕が作るよ。じゃなかったら変な気を使わなくていい場所で至って普通の食事でもする。プロの料理でね。彼の責務を超えた活躍とその素晴らしい勇気を称え、ジェファーソン・デイビス巡査にニューヨーク市警名誉勲章を市を代表して授与します。お電話です。今手が離せないんだがね。緊急のようで。分かった。おめでとう巡査。ああ、感謝します、オズボーン市長。今日この勲章をいただけたのも我が妻リオと息子マイルズという愛する家族の支えがあったからです。もしもし。ずっとこの時のために生きてきた。誰だね。数日のうちに貴様の会社、この町、そして愛する者全てがこの世から消える。たとえ人々が泣きすがろうと、貴様にはもうどうすることもできない。誰だか知らんが、こういう脅迫は慣れっこなんだよ。何が望みかはっきり言ったらどうだ。貴様の苦しむ姿だ。
何でする。よかった、マイルズ聞こえる。ここにいてお父さんを探してくるわ。ピーター、ピーター、起きて。ピーター、何か言ってお願い。平気だよ。大丈夫、本当に平気。ええ、私は大丈夫。ああ、平気だから心配しないで。ねえ母さん、愛してるわ。父さん探してくるよ。ダメよ、マイルス、ダメ。行かないで。父さんは生きてる、見つけてみせる。あいつらに見つからないはず。そこから接着走，まだダメだ。是什么？刚刚。
こにいたのに。助けないと。今だ。デタナー、囚人にいた。这位安全了。眼睛睁大点，有开了。父さん待ってて。残念だったね。あなた誰？僕はピーター・パーカー。あの時視聴者にいて。なあ、初めて話すけど、でも君の気持ちはよくわかる。いや、そう言いたかったんだろう。違う。それともいずれ時が癒してくれる？神様が見守っててくれるとか。そうじゃないんだ、僕はただ力になりたいだろう。ごめんなさいね、私も途方に暮れてて。忙しいの？何？マーティン・リーの捜査はもう始めた？いいえ、スパイダーマンの勘だけじゃ捜索は始められないって言ったでしょ。信じてよ、絶対あいつだって。だったら動かぬ証拠を見つけてちょうだい。動かぬ証拠ね、オーケー。いや、僕だよ。元気？何考えてたの？自分がヘマしたせいで、あの子は父親を亡くしたって。聞く耳持たないだろうけど、少し休んだら？警察はその後リーの手がかりを見つけたの？探してすらいないよ。ユリですら信じてくれない。なら私たちで探そう。
少し調べてみたの。この住所に行って、このリサイクルセンターの経営権をマーティン・リーが去年購入してたの。そこに隠れてるってことかもね。フィーストにはいないし、リサイクルセンターにいなかったとしても居場所が分かる証拠があるかもしれない。ああ、ありがとう MJ。 後でまた連絡する。ああ、それからデーモンを事情聴取した刑事と話したんだけど、マーティン・リーには特殊な力があるって言ってた。人を闇に落とすって。闇に落とす？どういうこと？マインドコントロールみたいなもの。人間の闇の部分を引き出して普段しないようなことをさせるって。現実離れしてない？壁の上走れる人がよく言う。